人には真似できない唯一絶対のスタイル。この人に憧れて俺はバスケを始めたんだ。普通のプレーは見ればすぐできるのに、この人のは何度やってもできなかった。けど分かってたんだ、本当はなぜできないか。勝ちたいと願いつつ、心の底では負けてほしくないと思うから。今まで一度でも俺に勝ったことがあったかよ。憧れてしまえば超えられない。だから憧れるのはもうやめる。俺のコピーできるわけねえだろ。一人じゃダメでもみんなでなら戦えるっすってか。鉄みてえなこと考えるようになったな。負けて心変わりでもしたか、眠たくなるぜ。そんなこと一言も言ってないっすよ。したせいであっけない幕切れだったな。結局ラインは最後の最後にチームメイトに頼ったお前の弱さだ。そうかもしんないっすね。けど俺だけじゃここまでやれなかった。だから負けるだけならまだしも、俺だけ諦めるわけにはいかねえさ。俺に勝てるのは俺だけだけどな。特に気に食わないのはてめえだ。一星、ちょ前に気使ってんじゃねえよ。そんな今あったら死に物狂いでかかってきやがれ。先輩、お前はよくやったよ。それにこれで全て終わったわけじゃない。鏡っち、あの日生まれて初めて試合に負けた悔しさ、今日まで一日も忘れたことねっすよ。させねえっすよ。てめえのお返しはもういんねえよ。これで終わりだからな。宣戦布告ってやつっす。始まるぞ、青の精鋭海城高校、奇跡の新生青林高校。そのつもりで全力で戦わせてもらおう。試合前に鏡っちが言ってたことで一つだけ心外なことがあったんすよ。誰がいつ丸くなったって。今の俺は誰にも止められない。俺が会場を勝たせる。何をしてこようが無駄っすよ。どこまで進化すんだよこの化け物は。絶対負けねえ。惜しい。俺の全てをかけて。
士の手を離れる。ダンクは止められない。